この城をさばいて筋目にしていきます。まずこの城ですが、このように氷水につけておくと鱗が引きやすくなります。それでは鱗を引いていきます。鱗を引き終えたら、この背びれを落とします。で、頭を落とします。ここの斑点があるところから切り落とします。で、ここの肛門があるところまで横に切ります。で、内臓を取ります。で、血合いをきれいにします。ここの腹の内側にあるこの黒い膜も落としておいて、でこのようになります。水分をきれいに拭き取ります。それではさばいていきます。まず簡単な方法で大名おろしがあります。大名おろしでおろしていきます。ここの背骨に当てて一気におろします。腹骨を取ります。次に、腹開きでおろしていきます。
次は、腹開きでさばいていきます。腹骨に沿って、包丁を入れます。で、裏返します。これが腹開きです。まずボンザルは、使う前に濡らしておきます。身の面を上にして並べていきます。こちら大名おろしでおろした分です。この白は、塩を強めに振っておきます。この状態で1時間ほど置きます。塩をして1時間経った状態です。このように水分が出てきます。これを水洗いして落とします。水洗いしたら、素洗いして水分を飛ばします。
で新たに水を注ぎます。酢を入れて20分経ったら裏表を裏返してまた20分、計40分つけます。酢で締めるとこのようになります。あとは余分な酢を切って保存容器に入れて1日ぐらい経ったら美味しく食べられます。酢を切るときはボウルなどを使うと簡単です。この尾の方を下にして皮面を外に向けてこういうふうに並べます。こうすると中心の方に酢がたまるので、キッチンペーパーを置いて、このようにラップをして保存します。酢で2日締めた状態です。このようになります。これを切っていきます。真ん中を切り落とします。切れ目を入れます。それでは盛り付けていきます。
はい。これで、この城の筋目の完成です。それでは、この城の筋目をいただいてみたいと思います。